よっしゃ。はい、こんにちは、新地登山部です。今日はあそこ、象の背行ってきます。こないだね、僕がいつも見ている YouTube のチャンネルなんですけど、撮って笑って旅をしてっていうね、はい、楽しいチャンネルがあるんです。その中であの象の背、ミニシアマっていうところですけど、あそこの象の背に行った時に大事にしていた群馬の杖、はい、これをね忘れてきちゃったっていうことだったんで、あーちゃんが泣いてた、はい、登山大好きな私たち、はい、急須に行こうと、思いました。もともとね行ってみたいとこだったんで、はい、行ってみたい場所、それと急須したいと、このねミッションをね両方ともクリアしたいなと。さああるかな、決めるかな、頑張ろう、はい、ということで、行ってきます。頑張ります。さあ今日は天気もよくってね、鳥もいっぱいな、さえずってます。さっきはね、ウグイスも、ウグイスがない、あ春ですよ、春、春、ここは春だよ。ということで行ってきます。行ってきます。めっちゃのどかや。でも急登がね、急登が、山めっちゃ登ってる私たちですけど、あれ見るとね、多分急登っすよあれ。はい、あの山は急登だ、そんな感じが。あーちゃんが、ほらここを通さないとかって言うよね。多分そんな気分になるかな。まあ頑張って行ってきます。よいしょ。はい、登山口をスタートしました。階段ですね、風情のある石畳をゆっくりと登っていきます。そしてね、左側からは、いや涼しげな水の流れる音、語彙力弱えほんで青い空と、最高じゃないですか。いやめっちゃいいねここ、うん、雰囲気がいい、タイムスリップね。はい、撮って笑って旅をしてのオープニングの後に使われたこの階段見つけたんで、ここね、真似しながら登りたいと思います。真似なんのかな、よいしょ、こんな感じだったかな、よいしょ、よいしょ、このロープを使いながら、よいしょよいしょ、ホイサーよいしょ、ホイサーよいしょ、ホイサー、こんな感じ、おいで、あーじゃないよ、おばあちゃんみたい。殺される、殺されるよ、はい、行きますよ、よいしょ、行くよ、群馬の杖探しに行くよ、よいしょよいしょ、うお、テント見えてきた、ああ、来た、ここだ、あ、山頂まで35分、来たよここが、はい、あそこね、ちょっと待てよ、よいしょ、これ汚れてる、汚れてる、汚れてるぞ、汚れてないやつね、あ、ここにいいのがあった、よいしょ、はい、それ群馬の杖、ここは父さん、ここ怒られるわ。いや帰るの、いや帰るよね、あっち行くよ。はい、ということでね、上へ進みます。あっつ、ちょうどね1時間でここまで来ました、鉄塔です、12番鉄塔かなこれです。あ、休憩、あ、2月だよ、騒がしいね、群れが。これを作った人も毎日ここに登りに来とったんやろね。うん、登山道が、あ、じゃない、林道がね、あそこにあったけど、うん、ほんで荷物担いでここまで来やなあかんし、すごいわ。
はい、階段登って瓶子山の山頂到着しました。あーちゃんがね、山頂に杖を忘れたって言ってたんで、まずはね、ここで山頂で探してみたいと思います。いや、あればいいね。山頂に忘れたって言ったでね。これ違う、これこれがない。これ違う。ふわっとなって、私の群馬の杖持ってかなか。いや、いい私の、それ群馬じゃないから群馬の杖じゃないよ。ないなぁ。とりあえず、あ、持ってきたじゃあね、象の背いきます。こっから左だね。これ、これ、これ象の背、見えるかな。うい、象の背いきます。いやぁ、あってほしいね。どうでしょうね。そうだ、うん、大渋滞じゃん。あ、そうっすか。よし、これが象の背か。ここ、これ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 、ここからが長い。あ、そっか。いや、すぐそこだし。わー、たくさんいらっしゃいますよ。よいしょ、着いた。これ5分も経たんかな。山頂から3分ぐらいかな。うわ、象の背です。はい、ということで象の背に到着しました。今からね、めっちゃ見られてるけどね、これめっちゃ見られてるけど、今からね、初めてここを登りたいと思います。よし、じゃあ行こう。すげえ、怖っ。いや、怖っ。切れたら、うわ、怖い怖い、ブルブルしてる。はい、ということで、怖い。はい、ということで象の背到着しました。お疲れ様でした。杖を探しに来たんだ俺は。ないよね。やっぱ山頂っちゃ、が小僧の方に置いたか。やっぱここら辺にポイって置いてもらうとね、なかなか。ちょっと細ない、それかな。ちょっとない、うん、頼りない。この先がもう一回は終わらなくて、でも二つに分かれてる。うん、じゃあ、いいステージ。いやー、ないなー、ね、うん、ちょっとなさそうなんで、行きましょう、行きましょう。よいしょ、横向いて食べよ、うん、横向いて食べよ。よいしょ、置いとくよ、うん、いただきます。すごい景色だね、本当に。おかわりあるよ。母ちゃん、高いとこ大丈夫な子だね、これ。うん、そっち結構ね、うん、やばいもん、これ。ここに足出したんやったら相当すごいよ、うんうん、すげえ、ここはすごいね。うん、ただ怖いんだよね。そこで登っていく、うん、でもいいよね、どこ
映ってるのか知らんけど、これはねトップ画面、トップ画像になるよねこれは、うん、写真送るね、うん、やった、いや気持ちいいさあ、ね、このまた痛いんだけど痛いんだけど、どんだけ硬いの、さあ戻りますよ、あ戻りましょう、よし気をつけてよ、はい、よいしょちゃんと持ててないから、怖いから、あ怖い怖い、まだ何回も言ってる、どこに置いたんだ、どこに置いたんだろうな、すごいでもすごく曲がっとってちょっといい感じでしょ、うん、あらこれすごいいい感じやろ、うん、ちょっと短い、この先っちょのね、うん、このでもこれ違うよね、きっと、うん、これでいいかな持ってく、これ違う、ここにもいっぱいあるんだよ、いや違うもんね絶対、うん、これはないな、そうね残念見つかりませんでした、行きますか、行きますよ、はいはい、お疲れ様でした。はい、象の背と山頂ね、瓶子山の山頂、いろいろ探してみたんですけど、残念ながらね、群馬の杖は見つかりませんでした。いや、本当に悔しい。ということで、今回の捜索は失敗ということになりますが、もしね、他の人で、ここ、瓶子山、象の背来る人がいらっしゃったらね、ぜひ探してください。見つかるといいね。はい、ということで、この後はね、また違う山に登りますんで、ここで終了したいと思います。はい、では次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。じゃあ行きますか。はい、こっち、次向かうの天倉さんです。行ってきます。